ハロープロジェクト研修生発表会2017春の公開実力診断テストの順番決めを今から行っていきたいと思います。では行きます。じゃじゃん、30番です。31人いて、その30番目なので後ろから2番目ということで、多分印象にも残ると思うので、今まででいつも緊張してしまうので落ち着いてやっていきたいなと思うのと、私は今回で5回目 の、 実力診断テストの参加になるので、ちょっとこう今までとは違った自分を見せられるように頑張りたいと思います。井上ひかるです。今から実力診断テストの順番を聞きたいと思います。はい、私は12番でした。真ん中の方だと思うんですけど、私今まで実力診断テストで最初の方の順番になったことしかないので、初めてこの真ん中ぐらいになったんですけど、そうですね、今回で実力診断テストに参加するのが4回目になるので、皆さんの記憶に残るようなパフォーマンスをしたいなと思います。よろしくお願いします。ダンバラルルです。今からくじを引きたいと思います。31番です。最後です。一番最後なので緊張すると思うんですけど、自分の精一杯の力を出し切れるように頑張りたいなって思うのと、高校生になったので大人っぽい私をお見せできるように、パフォーマンスできるようにしたいなって思います。頑張ります。よろしくお願いします。堀江貴月です。それでは聞きたいと思います。23番です。後半の方だと思うので、印象には残りやすい方なのかなと思うので、私らしいパフォーマンスを頑張りたいと思います。よろしくお願いします。高瀬くるみです。順番をこれから引きたいと思います。22番です。どっちかっていうと後ろの方だとは思うんですけど、そうですね、でも全体で31人いるので、こうインパクトに残りやすいのはやっぱり最初か最後かなって思ってたんですけど、それに負けないくらい個性を出して、もう誰よりも一番目立つつもりで頑張りたいと思います。前田心です。はい、くじを引きたいと思います。はい、16番です。ちょうど真ん中ぐらいなんですけど、その真ん中でも一番印象に残るようなステージパフォーマンスをしたいなと思います。応援よろしくお願いします。夏美月です。これからくじを引きたいと思います。19番です。割と真ん中のあたりなんですけど、前回よりもパワーアップしたパフォーマンスができるように頑張りたいと思います。野口くるみです。今からくじを引きたいと思います。
28番でした。後ろの方なので印象に残りやすいと思うんですが、それよりも以上に印象に残るように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。小野琴美です。今から弾きます。24番でした。と結構後半の方なんですけど、前回の実力診断テストでは3番で前半の方だったのですが、24番でちょっと新鮮な気分です。と今回は大人っぽくってちょっと難しい曲に挑戦するので、皆さんに前回よりも成長したなって思ってもらえるようなパフォーマンスをしたいです。よろしくお願いします。児玉咲子です。今からくじを引きたいと思います。17番でした。中間なのでお客さんにインパクトが残るように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。米村キララです。くじを引きます。13番でした。と結構真ん中の方なので、印象に皆さんの印象に残るようなパフォーマンスができるように頑張ります。1年間レッスンで学んだことを全て出し切れるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。キアの桃姫です。今から弾きたいと思います。20番でした。この番号は、まあ、ちょっと真ん中ら辺な感じですね。私は今回2回目の実力診断テストなんですけど、前回とは違った自分が見せられるように楽しんで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。川村彩乃です。それではくじを引きます。5番でした。はい、5番ということで、最初の方なので、の世界空気感をガラリと変えるようなパフォーマンスをして、自分にしかできない歌とダンスとしてパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。山崎ゆはねです。何号を弾きたいと思います。11番でした。最初ら辺だと思うのですごい緊張すると思うんですけど、自分らしさを出せるように表情に気をつけて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。西田しおりです。今からくじを引いていきたいと思います。14番でした。すごい真ん中の方なんですけど、皆様の印象に残るような、そして笑顔で頑張ってパフォーマンスしたいと思います。よろしくお願いします。橋さくりんです。今からくじを引きたいと思います。25番でした。私は歌が苦手なので、緊張や不安も大きいのですが、その分ベストな自分を見てもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。島倉理香です。今から弾きます。3番です。
最初の方でとても緊張するんですけど、たくさん練習したので皆さんの印象に残るように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。日比マリナです。くじを引きたいと思います。4番です。すごく緊張すると思うんですが、自信たっぷりでステージに出られるように、印象付けられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。江口さやです。今からくじを引きたいと思います。9番でした。結構初めの方だと思うので、すごく緊張してしまうと思うんですけど、自分が練習してきた成果を精一杯出して、お客さんの印象に残るようなパフォーマンスをしたいです。よろしくお願いします。トイレナです。今からくじを引きます。10番です。私は初めての実力診断テストですごい緊張しているんですけど、それに順番も初めの方だったので本当にすごい緊張してるんですけど、その緊張を感じさせないような素晴らしい熱い元気なパフォーマンスをしたいと思います。応援よろしくお願いします。岡村みなみです。今からくじを引きたいと思います。はい、みみは26番でした。ちょっと最後の方で緊張すると思うんですけど、頑張りたいと思います。今回はみみにとって初めての実力診断テストで、もう今からもうすごい緊張してるんですけど、みみらしく全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。松永理恵です。今からくじを引きたいと思います。8番目でした。最初の方で緊張しているんですけど、自分らしく精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。山田いちごです。くじを引きたいと思います。はい、私は15番でした。真ん中ぐらいなので、先輩さんとかにも負けないように自分の個性が出せるように頑張ります。よろしくお願いします。小学6年生の中山夏美です。今からくじを引きたいと思います。私は27番でした。最後の方なので、皆さんが納得いくステージにしたいと思います。緊張しているんですけど、笑顔いっぱいで頑張ります。よろしくお願いします。私、椿ファクトリーの桜キキが太田遥香ちゃんの代わりに弾きたいと思います。よし、29番です。もう最後から3番目ということで、本当に緊張すると思いますが頑張ってください。
私、椿ファクトリーの山岸莉子が佐藤ひかりちゃんの代わりに弾きたいと思います。はい、では今から。いやちょっと緊張しますね、これは。よし、これだ。じゃん。おお、はい、佐藤ひかりちゃんは18番です。佐藤ちゃんはこの実力診断テスト初めての参加だと思うんですけど、私もこの実力診断テストに出演したことがあるのでとっても緊張すると思うんですけど、やっぱりね、緊張しないで。18番っていうのは結構真ん中の方だと思うので頑張ってください。私、椿ファクトリーの尾形梨沙が石栗かなみちゃんの代わりに弾きます。じゃん。ごめんなさい。いいですか？1番石栗かなみちゃんは1番トップバッターです。ちょっと私も実力診断テストでソロを歌ったこと私はないんですが、多分誰でも1番っていうのはすごく緊張すると思うので、でも緊張すると思うんですが、でもやっぱり楽しみに待ってくださる、応援してくださる皆さんが、ね、きっと石栗ちゃんの歌を楽しみにしてくれてると思うので、精一杯頑張ってほしいなと思います。トップバッター頑張ってください。椿ファクトリーの新沼希空が川野みのりちゃんの番号を弾きたいと思います。弾きます。じゃん。21番。いや多分31人いるので、まあ若干後半の方だと思うんですけど、まあ自分の番が来るまで多分本当に緊張してドキドキしてるのかなって思うんですけど、とにかく笑顔でやれば大丈夫なので頑張ってください。私、椿ファクトリーの谷本亜美が北川亮ちゃんの代わりに弾きたいと思います。はぁ、何番かな、怖いな。うわ、7番です。多分本当に最初の方なので緊張すると思うんですが頑張ってください。椿ファクトリーの岸本夢菜が工藤夢ちゃんの代わりにくじを引きます。よし。お、あそこか。じゃん。お、これは6番。31人中の6番ということは結構最初の方なので、しかも初めてでドキドキすると思うのですが、自信を持って頑張ってほしいなと思います。私、椿ファクトリーの小野瑞穂が代わりに山崎めいちゃんの抽選をしていきたいと思います。緊張する。2番です。やば。2番なので最初の方ですごく緊張すると思うんですが、めいちゃん頑張ってください。